ラジオイレブン。はい、始まりました。ラジオイレブンの富士崎人です。セイマです。はい、ということで、今日は何を撮っていきましょうか。うん、その問いかけるパターン初めてなんですけど。いや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 、何を撮っていきましょうかね、2人ですけどね。はい、僕と三崎と瀬尾くん2人ですけど、何を撮っていきましょうか。この最近のね、今シーズンに限った話でいくと、はい、この2人で撮るときは、はいはいはい、あの企画ってなってますんで。ほう、何でしょうか、あの企画とは。なんかむずいな。いやいや、普通にいいですよ。別に。普通に。はい、普通に。はい。まあ、今シーズンはね、J2 特集というのを。はい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 。やっておりますので、はい、今回も、やっていきましょうかねっていう。ブブー、あれ違った。違いますね。いやー、残念ながら。まあ、惜しいんですけどね。はいはい。違いますね。まあ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 。っていうか、まあ惜しいというか、まあ事前にね、うん、その J2 に関してね、うん、まあ僕ら二人なんで、まあ今までは結構、まあ YOSHIKI社長いない時に結構二人で J2 の話をするみたいな企画を取ってたっていうのもあって、はい。はい、まあ、大分対徳島を見といてくださいと。うん。僕、瀬尾くんに LINE で伝えたりとか、っていうのはありましたけど、はい。ブブー。せっかく見たのにな。はい、正解を発表します。はい。山原レオンのここがすごい。いや、取るか。取るか。はい。ただでさえ、YOSHIKI社長の影響でエスパルス関連が多くなってる中、YOSHIKI社長おらんくなって、やっと違うこと取れるかなって思ったら、二人でまたエスパルス。いや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 。だって、いや、YOSHIKI社長ね、まあ今結構忙しくて、はい、まあなかなか、ね、その、演者としての動画の出演はなかなかできてないですけど、うんうんうん、まあただね、その LINE で入ったじゃないですか、その要請が。はい、山原レオンのね、その、すごいところを褒めてくれる動画みたいな、うん、撮ってくれたらみたいな、あったじゃないですか。まあまあまあ、はい、いや、僕はね、やっぱ編集とかもずっと頑張ってくれてるんで、YOSHIKI、うん、社長は。うんうん、やっぱその期待に応えたいなという一心で。なるほど。はい。感謝の気持ちを込めて、ね。そうですね。はい。史上初の試みですけど。はい。瀬尾くんにはもうほんまに、だ初めてじゃないですか。この、いつもね、大体打ち合わせして、はい、どんな企画でどんな動画撮るみたいな打ち合わせ、うんうん、打ち合わせというか、まあまあ軽くね、うん、その、うん、合わせて、動画撮るっていうのが多かったですけど、うん、多かったというか、それしかなかったんですけど。そうですね。そうじゃない、初めて撮れないですもんね、普通動画って。そうなんですよ、うん、そんなんテレビとかでありえないですからね、うん、ドッキリとかでしかありえない話で、それをね、ちょっとまあもう度外視して、はい、無視して、はい、はい、もうやる企画とかももう全部どんでん返しでちょっとやってみようという。なるほど、はい、今回はそんな企画でございます。はい、いやけどやっぱ僕らそれぞれね、まあまあもちろんね、多分エスパルスサポートの YOSHIKI 社長が一番その山原レオン選手については試合に関しては見ているとは思うんですけど、はい、まあ、僕らならではの視点とかもあると思いますし、うんうん、まあ、それから僕に関してはね、その小学生時代から見てますから、お、はい、まあ、そんなね、まあそんな深くは語れるか分かんないですけど、はい、ただちょっとね話していけたらなというふうに思うんで、うん、であとはほんまはね、その J2 特集を撮ろうみたいな話をしてたじゃないですか、はいはい、これ撮った後に撮ろうとは思ってます。ああ、そうなんですね。はい、で、山原レオン選手の、特集と J2 特集2本取って、まあ、もしかしたら2本とも上がるかもしれないですし、はい、YOSHIKI 社長のその編集のその日程の都合とかによっては片方だけ上がるっていう、なるほど、はい、可能性もあるんかなっていう、はいはい、でまあ多分片方だけ上がるってなったら、うん、どっちが上がるかっていう、うん、そのまあもうね、言うまでもない、はい、言うまでもない。どっちでしょうか。山原レオン。
そうなんですよ。こっちが多分上がるんですよ。っていうのもね、込み込みで、まあちょっと取っていこうかなというふうに思うんで。はい。はい、ぜひとも、まあエスパルスサポーターの方も、それ以外のね、まあ、リスナーの方も、ね、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それでは、やっていきましょう。はい。聞いてるあなたを観客から監督に、今日もサッカー指導者、そしてお笑い芸人がサッカーを深く面白く伝えていきます。いやー、改めてこれはすごい企画ですね。ほんまに撮るんやな。いやもちろん、けどそのまあ LINE とかでね、実際言ってたじゃないですか。はい。山原選手ちょっと違うぞと。うん。エスパルスの中でもそうですし、全然その J リーガーの中でもちょっと物が違うんじゃないかみたいなね、その3人の LINE グループで話してたじゃないですか。はい。それをまあ実際ね、ちょっとまあリスナーの皆さんにも共有しつつ、ちょっと言語化して話していけたらなっていうのは僕個人的にも思ってたんで、うん、まあね、その選手一人ピックアップしてっていうのは今までもね、なかなかなかったですけど、はい、うん、僕の個人ラジオの島川選手特集ぐらいのね、うん、トスのそれぐらいしかなかったかな、もしかしたらっていう、それぐらいね、もしかしたらレアなことかもしれないですけど、ただ、うん、まあね、いろいろ話していけたらなというふうに思うんで、はい、はい、ちょっとね語っていけたらなと思うんですけど、そうですね、まあけど今シーズン、まあ昨シーズンから、特別指定で清水エスパルスで試合に出場したりとか、まあ途中出場が多かったかな昨シーズンは。はい。で今シーズンはまあ正式に、契約して、でまあ開幕して最初のはサイドハーフで、ここ最近はサイドバック、左サイドバックでの出場が多いということなんですけど、はい、率直にどうですか、うん、瀬尾くん。いやー、うまいですね。うまい。率直に言わせていただくと、率直にね、はいはいはい、あの左サイドバック、うまいですねっていう。そうなんですよ。はい、もう一人個人でピックアップして取り上げるってことはもう当たり前なんですけど、うまいんですよ、はい、そうなんですよね。はい。でね、そのまあどういう部分がちょっとうまいのかなみたいな部分もね、ちょっと話していけたらなというふうに思うんですけど、はい、どうですか、そのまあうまいってサッカーの技術でも、例えばドリブルであったりとか、はいはい、パスであったりとか、守備がうまいっていうのもあると思いますし、まあ、シュートなのか、はい、多分いろんなね要素であると思うんですけど、実際どういう部分がうまいみたいなのはあったりしますか。まあ、結構サイドバックってこう相手からプレッシャーをよく食らうポジションだとは思うんですけど、はいはいはい、そうですね、はめどころにされたりとか、はい、そこでこう目の前の相手をこうドリブルでかわしてパスを出したりとか、はいはい、は持ち運べたりできるのがやっぱうまいなって思いますね。いやー、そうですね、本当にサイドバックとして、で特に、まあ、今のエスパルスって、まあ、4-4-2 もしくはまあちょっとフォワードが縦関係で、まあ、4-2-3-1 気味になる時もありますけど、はいはい、まあ、基本的にはまあ 4-4-2 みたいな布陣じゃないですか、うん、で、まあ、結構オーソドックスなビルドアップの仕方をしますけど、ってなった時のサイドバックって本当にはめどころにされる、相手からすると、うんうん、ってなった時に、まあそこでちょっと相手のプレスをまあドリブルでやったりとかっていうので剥がせるっていうのは相当、うん、まあ能力的には大きい重要な部分ですもんね。そうですね、やっぱそのサイドバック、そういうオーソドックスなサイドバック、ん？オーソドックスな4-4-2に向けるこうサイドバックってこう、うん、まあ大きく分けて2パターンというか、はいはい、もう配球お化けになるか、はいはい、ドリブルお化けになるかのどっちかだと思ってて、はい、なるほど。で、多分配球お化けはエスパルスでいう原選手とか、なるほど、はいはいはい、確かにだと思って、で山原選手はドリブルお化けってことで、もう目の前の相手かわして局面打開したり、うんうん、もちろん配球もうまいんですけど、そうですね、その配球をより生かすドリブルができるんで、はい、そこはやっぱすごいですよ。そうですね、本当に剥がせるし、でまあ、剥がせるっていうのはまず一個すごい大きいね、その長所の一つだと思うんですけど、はい、僕はもう一個ねすごい大きいポイントというか、その剥がした後のプレーの選択肢の多さっていうのはすごい感じていて、うん、まあ、結局ねやっぱ剥がしたところで次の
プレーの選択肢、例えば1枚剥がして次の相手のディフェンダーが来た時に、まあ、ここで結構プレー迷って失ったりとか、パス出した先で奪われたりとかっていうのはね、うんうん、あのよくあったりねするんですけど、山田選手ってそれが少なくて、うん、剥がした先で、例えば、まあ、そこからもう1枚剥がすことも全然できますし、もともとやっぱ攻撃的な選手だったっていうのもあって、はいはい、で、それもありますし、例えばシュートとかもありますし、うん、敵陣であればもう本当に強烈なシュート出ますから、この選手。そうですね、はい、でしかもそれが右でも左でも、うん、利き足は右なんですけど、まあ、左サイドバックをやるっていうのもあって、左でもしっかりキックは蹴れるっていうのがあって、はいはい、っていうのはすごいプレーの選択肢が多い。まあもちろんね、今言ってないながら、そのパスの選択肢とかもすごい多いですし、まあいろんな選択肢あると思うんですけど、そういうまあ、敵陣でも自陣でもそういう、一枚剥がした先でのプレーの選択肢がすごい多いなっていうふうに思っていて、うん、うん、どうですかこの辺のやっぱりサイドバックとして持っている能力でいうと。やっぱこう4-4-2、まあ、清水エスパルスやとこうサイドハーフが結構内側入って、はいはいはい、サイドバックがこうサイドに張るような形を取ることが多いと思うんですけど、そうですね、やっぱそうなると、はい、こうサイドで1対1でこう局面を打開できるのとできないのとでは、はい、全然攻撃のなんていうんですか、うん、形が変わってくるんで、そうですね、そこで山原選手がね、大外でボール持って違いを作れてるのはすごくすごいですね。すごくすごい。すごくすごい。なんか日本語おかしいですけど。うん、日本語だいぶおかしくなってますね。はい。いやでもけど本当にやっぱそこで幅取ったところで違い作り出すことで、まあ、例えば山原選手のところで相手の、右サイドバックを釣り出して、でそこに、まあ、スピードであったりとか抜け出しが得意な、うん、中山選手やったりとか後藤選手が抜け出したりとか、はいはい、サイドハーフの選手ですよね、うん、とか、まあ鈴木唯人選手もそういうところにランニングしたりしますし、そうですね、やっぱそういうところで本当に起点になりつつチャンスメイクもできるし、まあ、そこで1枚剥がしてゴールに決定的な、ね、プレーもできるっていうのは攻撃面では本当にいやもう欠かせないというか、うん、いや今までなんで左サイドバックスタメンじゃなかったんだろうっていう、そうですね、レベルの、ね、活躍をね、活躍を見るとね、はい、うん、そうですね、そういう風に思ってしまうぐらい。どうなんですかねけど、まあ、サイドハーフでの起用みたいなのもされたりしましたけど、はいはい、まあ、今のエスパルスでいうと、まあ、左サイドバックっていうのはなかなかその本職の選手が、まあ、片山選手がやってたりはしましたけど、うん、まあ、片山選手も結構いろんなポジションができる選手じゃないですか。そうですね、左右のサイドバックサイドハーフができてっていう、はいはい、中でそのまあ、だまあ本職の左サイドバックっていうのがまあ少ないっていう中で、まあ、今山原選手がやってますけど、例えばエスパルスに左サイドバックの本職の選手みたいなのが加入した場合に、うん、どこのポジションが最適解なのかなみたいなのはちょっと気になるんですけど、ここはどうなんですか。でもまあ左サイドハーフはまあ一個、はいはいはい、もちろん候補にはなると思いますけどね。サイドハーフ、はい、はい、まあ、サイドバックをこなしてる選手がやっぱサイドハーフをやるっていうのはやっぱ 4-4-2 のね、うん、こうチームであるあるやと思うんで、こうそうですね、より守備も盤石になりますしね、はいはい、カウンターの精度が上がったりとかっていうのもいろいろあるんで、うんうん、そうですね、まあ、サイドハーフ起用っていうのは一個あるのかなと思います、ね、おー、なるほど、サイドハーフか。確かにまあカットインもできるし、まあ、本当にこの選手両足蹴れるっていうのがやっぱり長所としてあると思うんで、うん、まあ、縦にも突破できるしっていう、はい、確かにすごい合いそうですよね、うん、そのまあ今は本当に左サイドバックっていうポジションでやってますけど、まあ、どこでもできそうやし、いやどうですかね、その例えば、まあ、これから先代表とか、うんうん、そういったところにね絡んでくる可能性もありそうですかね。そうですね、まあ、ちょうど今の代表でいうと左サイドバックってこう結構高い位置取って、はいはい、もうなんならウイングみたいに振る舞うシーンもあると思うんで、そうですね、南野選手が内側入ってとか、はいはいはい、今長友選手がやってるような役割をそのまま山原選手はこうより
攻撃的にできちゃうかもしれないですね。ああ、いやー、見たいですよね、ほんまに。うん、結構ハマりそうな。ハマりそう。うん、感じがしますね。本当にね。はい、だから攻撃面で言うとね、本当に。いや、どうなんですか、その、まあ、エスパルスを見てる方なら、山原すげえっていうのは分かると思うんですけど、うん、他のね、あのクラブを見てる他のクラブのサポーターの方とかどういう風に思ってるか、まだまだ認知度的にはねそこまでなのかもしれないですけど、うん、いやこれからもっと、広まってもおかしくないようなレベルの選手だと思いますし、はいはい、代表とかもそうなってくると現実味を帯びてくるとは思うんですけど、うん、じゃ逆にこれから先、まあ、これから海外でプレーするであったりとか、より高いレベルの相手に対して活躍するってなった時に、まあサイドバックとして、はい、まあ、一旦サイドハーブもできますけど、うんうん、サイドバックとして考えた時にどういう能力が必要みたいなのはあったりしますか？いや、でもやっぱりこう高さっていうところはどうしてもついて回るもんやとは思うんで、はいはいはい、でそれをどうやって補っていくかだと思いますね、うん、なるほど。まあけどそれもまあ監督によってちゃんと戦術によって結構そうなん、ね、まあ、いい監督ならそこをあの補えるような戦い方もしてくれるとは思うんで、はいはい、まあ、そこのねその監督との指導者との出会いみたいなのも大事になってきそうではありますけど、うん、まあ、確かにそこはありそうやなっていうのと、けどまあ僕本当に中高のプレーは全然知らないですけど、はい、小学生の頃はね本当にもう僕の一個上の年代で、はい、いやあの僕のいたクラブが結構強かったんですよね、その年代が、はいはい、1個上の年代が、でナショナルトルセンにも2人いて、へー、でもう京都では、まあ、まあ1、2を争うぐらい強かったんですけど、うんうん、もうそれと、まあ、対抗馬というか、うん、あのまあ大体その全 あんま言わん方がいいかなんかいろいろ言いそうになったんですけどあんま言わん方がいいですね、けどなんかまあ対抗馬となる存在が、はいはい、山原選手のいたクラブなんですよね。へー、なのですごい知ってて、でそのクラブからまあナショトレが3人いてでそのうちの1人が山原選手やって、はいはい、っていうのもあってすごい、まあもうなんか、うん、憧れでもあるし、まあ、その憎き存在でもあるというか、うんうん、自分のいるクラブの全国への出場権を奪ったりとか、はい、優勝する権利を奪うみたいな、そういう存在だったんで、なるほどっていうね、そんなチームの、まあ、一番攻撃的な選手で、うん、点を取れる選手やったんですけど、うん、だ当時は本当にフォワードとかサイドアタッカーとかそういう役割やって、うんうん、で本当にドリブルが上手くて速くてっていう部分があったんで、そういう部分がやっぱそのサイドバックっていう、まあどちらかというと守備的なポジションやけど生きてるなっていうのはありますし、うん、あと僕結構ねその写真撮るときにあの唇をあの噛み締めるというか、はいはい、あの内側にね閉じ込めるみたいなのありますけど、うんうん、なんかあの、はい、なんかね、あのラジオやとあんま伝わらないこういう顔ですね、うん、こういう顔、うん、あれちょっとあの一番最初にインスパイを受けたのは山原選手です。ああそうなんや。インタビュー先やってた。そうですね。あの小学生の頃あのインタビュー受けてる映像をたまたまあのテレビでねその大会のやつとかやってるじゃないですか、はいはい、たまに、うんうん。それで山原選手がやってるのを見てあかっこいいなと思って。あ唇をこう噛み締めてるのが。うん、あの瀬尾くんとか僕とか、まあ、他の人も含めてあのちょっと週一でサッカーの勉強会みたいなのがあったりするんですけど、ああ、はいはい、その時の、ね、写真とかたまに僕結構やってるんですけどあれも完全に山原選手からインスパイアを受けてますね。あんまり話したくないですけど、こんなそうやったんや、そうやったはい、もうだから結構ねあのなんかその山原選手、まあ、ちょっと知ってますよぐらいの感覚で話しますけど、はいはい、あのだいぶ僕 その人生に影響を与えてます、うんうんそうやったんですね。いやそうなんですよ。だからもう本当に、まあ、当時からやっぱすごかったんで、はい、まあ、向こうは僕のことも一切知らないと思うんですけど勝手に僕は本当にリスペクトさせていただいてるんで、うん、いやでもそういうもんですけどね、やっぱサッカーで、はいはいはい、いやそうな人たちって、いや本当にね、うん、もうエリート中のエリート街道を歩んできた、はい、まあ、もしかしたら本人の中で挫折みたいなのあったかもしれないですけど、うん、まあ、僕の中では本当にエリート中のエリートというか、うんうん、っていう選手なんで、
いや、これからね、だからどのポジションが本当の適正なのかとかはまだまだその分からないというか、うん、もちろんどのポジションでもすごいパフォーマンス見せてくれますけど、はいはい、よりいいポジションというのはどこか分かんない。もしかしたら3バックのウィングバックとか、うんうん、まだあんまり見たことないんで3バックのチームとかプレッシュとか、はいはい、なのでね、そういう、まあ、新しいポジションの開拓みたいなのあるかもしれないですけど、うん、急にボランチで使われたりとかも分かんないですけど、ただそういったところも含めて、まあ、今後はすごい楽しみな選手かなっていうのを含めて、はい、ちょっと話させてもらいました。はい、はい、っていったところで今回はこの辺で終わろうと思います。はい、エンディングです。ラジオイリブンは Twitter、Instagram もやってるので、ぜひとも概要欄からフォローよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、いやー結構話していきましたけど、はい、どうでしたか。ちょっと、まあ、今回、まあ、ドッキリみたいな企画になりましたけどどうでした。いやでもまあまあそうですね、いざ喋ってみるとね、やっぱいい選手やなっていうのは改めて感じましたし、はい、うん、はいはいはい、エスパルスのこう命運を握る選手の一人なのかなって思うんで、はい、より注目していきたいですね。そうですね、本当に、まあだからまあ僕らも知らないことっていうのは多分めちゃくちゃあると思うんで、うんうん、もしよろしければ本当にコメント欄とかで、山田選手って実際こんな選手やったとか、うん、もし知ってることがあればぜひともいろいろ共有して楽しくね、はい、いろいろ詳しくなっていきたいですよ、はい、はい、っていったところでね、まあ吉木社長はこれ多分ビビるでしょうね。ほんまに撮ったんだっていうまさかね、まさかこの動画を撮ってくるとは、うん、どんなリアクションなんですかね、これは。やるなーみたいな感じなんですかね。楽しくね、編集してもらえたら嬉しいですけど、こちらとしては。いや、これはね、いや、結構、僕なりにはちょっと手応えはありますよ。あんま言うのダサいですけど、うんうん、手応えはちょっとありますよ。はい。っていった感じで、ちょっとね、まあ、今後もちょっと、まあ、こういう個人でピックアップする動画とかもね、リクエストがあれば、はい、この選手取ってほしいみたいなのあればぜひとも取っていけたらなというふうに思うんで、よろしくお願いします。お願いします。はい、といったところで今回はこれで終わろうと思います。ここまでのお相手はトニー・サキトとセオでした。バイバイ。バイバイ。